すまないな。ああ、腹減った。食った食った。久しぶりのごちそうだった。それじゃあ約束だ。秋山さんの居場所を教える。お、好人ね。確か、このすぐ近くと言っていたな。太好了。ああ、すぐ近くだよ。この下に降りてみな。原来是守门人。こういうことか。我靠。秋山はこの下にいるんだな。行ってみりゃ分かるよ。我的吧。堂堂岛之龙居然要我下水道。好，下去。亮亮吧，把万一还看一下。哎，先探险一下。这么大，这么大。安安。有密友人呢、啊，阿基亚马桑。阿基亚马卡。キルさん。哦，变帅喽！现在比较帅。久しぶりだな。いや、まあその、どうぞ座ってください。他真的蛮帅的。見ての通り、大したお構いはできませんけど。哦，配角，算配角吗？算主角之一了。帅的。探したぜ。スカイファイナンスは閉めたんだってな。まあ、なんでか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな、今のカムロ町は。ね。町がこんな状態なんで秘書の子も一旦に返しました。商売上がったりなところにあの子まで危険にさらすわけにはいかないもので。そうか。でもお前は思ってたより元気そうだ。桐生さんもようやく出所されたんですね。しかし何でまたカムロ町に。お前に会いに来たんだ。お前なら遥が今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。遥ちゃんは宝贝遥か。え、朝顔に戻ってるんじゃないんですか。はあ、ねえ。そうか。お前にも遥の行き先はわからないか。すみません、キリュウさん。せっかく沖縄から来てくれたのにお役に立てなくて。いいんだ。お前の状況も知らずに俺が勝手に押しかけてきた。これからどうします。もう少しカムロ町で遥を知ってる人間がいないか聞き回ってみる。俺も自由が利けば手伝いたいんですけど。いや、無理すんな。わ、早下来了。わ、怎么早下来了。あ、楼上那个人怎么办。他不就死掉了吗。被干掉了吗。靠，这是个大肥佬。哦。あちゃ。あちゃ。あいつら。一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。エド。最妖怪のメンバーで、俺を探してます。エド。文句言うわけじゃないんですけど、キリオさん、つけられましたね。あ、目そらした。今日カムロ町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れて。雷到雷到秋山了。お前が逃げ回ることの相手ね。他妈的，老子在底下躲了这么久了，就一个人来拜访我，然后就害我的秘密被发现。秋山さん、
好雷哦。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。そしていちいち尺に触ることを言うんです。秋山さんのお連れの方。なるほど、雑魚じゃ相手にならないわけ。お前桐生一馬だね。桐生一馬、東女会元四代目会長、二つ名は堂島の竜。日本人ヤクザの英雄だ。我々のリストにも名前が載っている。キリュウさん、無所で体回ってないでしょうね。どうだろうな、朝のラジオ体操は欠かさなかった。健康的ですね。我是好宝宝，从来不缺席健康操。哀れだが、極道は死に場所を選べないもの。二人とも共に死ぬがいい。ABUL3BU06，谢订阅，感谢。哎呦，来看一下这个有什么？哎呦，有这个。哇，被拳砸死了！这样直接打大龙。哎，对，哇靠，哇没有控好他那个，没关系，我们再换一个。先把小龙干掉。Nice， 很好很好，那我们再来换这个。哎，等，说好不打脸。喂 ，QTE。联合攻击！这什么？纸箱？打脸纸箱！哦，不好玩，再来一个，换一个。这什么？哎，没了吗？联合攻击！殺してやる。哎，追我吗？哎，这样，哼，不，拿着那个其实一点都不帅，拿着安全第一一点都不帅。卑怯な連中だ。一人を相手に二人がかりとはな。よく言うよ、そこに倒れてる四人はあんたのお仲間だろう。今日のところは挨拶だけにしておく。应该要早点根除后患呢。だが二人とも必ずまた会うぞ。还有他的事。自己带了一大群人来，然后说两个打一个，没有啊，那些人不一样，那是复制人啊，复制人的战斗力只有一而已啊。正直、俺一人で手に負える相手じゃありません。一緒にいたのが桐生さんで助かりましたよ。ああ、それでもピンピンして帰ってきて。真的、应该剁几根手指头下来啊。マフィアってのはあんなのがゴロゴロいるのか。特別なやつだと信じたいですけどね。何にしてもこの隠れ家はもう使えません。外に出ましょう。いやー、やっぱり太陽の下はいいですね。空気もうまい。すまなかったな、秋山。太累了，せっかくの隠れ家を台無しにしちまった。我太累了。構わないですよ。ちょうど寝るのに飽きてたところです。それよりここを離れましょう。またエドが仲間を連れてくるかもしれない。伊達さんからだ。伊達、那个警察。キリュウ、今どこだ？カムロ町にいる。児童公園で秋山も一緒だ。そうか。二人とも今すぐ東都病院に来られるか。うん、悪い知らせだ。謝謝。俺もまだ詳しく聞いたわけじゃないんだが、はるかがカムロ町で事故にあった。生きるか死ぬかの怪我だ。どういうことだ？
ハルカ、カムロ町にいたのか。え？とにかく話は病院で。進到医院了吗？いいな。我的宝贝女儿。あ、ちょっと、キリュウさん。前往都医院。在哪里？东都医院。哦，计程车是吧？初乗り料金730円になります。え、新干爹感謝汉娜汉娜花谢谢。かしこまりました。それでは出発いたします。伊達さん。对呀，聊天室不要剧透。不要剧透，ご遠慮ください。衛生的に問題がありますので。想剧透不会去参歌台哦。こいつは警察の後輩で本庄だ。俺に遥の事故を知らせてくれたのがこいつでな。本庄だ。あんたのことは伊達さんからよく聞いている。遥、どういう状況だ。ICU にいる。とても会える状態じゃない。腰と肩を骨折して出血もあるが、一番深刻なのは頭だ。強く打って意識がない。重体だ。何があった？ひき逃げだ。無茶な運転してたチンピラが偶然居合わせた沢村遥を引いて、今もそのまま逃げている。怎么可能是不小心的。ひき逃げ怎么可能是不小心的，你是故意的。大丈夫か、キリュウ。いや、今は何も考えられねえ。だろうな。けどこの話にはまだ続きがある。なんだと？来てくれ。お前に見せたいものがある。到底是谁敢撞我的女儿小妖？出来，保证不打死你这混王八蛋。哦，あれだ。嗯。事故に遭った時、車が突っ込んでくるのを見た遥香が、自分のことはお構いなしに体を張って守ったものがある。够激烈，而且是男的，我不要男的。那你为什么不是查某的？新的小孩，新的小孩，新的小孩。QTT 是一只人中奶爸六，谢谢七的人中奶爸六。小六安安，原来你是这小孩子的奶爸。六六六六，小孩哪来的？怎么是小姚生的吧？ハルカの。那我可怜嘞，小姚才几岁。まさか。いや、まさかじゃない。名前はハルトだ。ハルト。これ DNA 呢？验过 DNA 了吗？认养的吧。沢村ハルト、泽村。つまりこの子はハルカの子だ。摇人。まさか。そんな。名字が同じってだけじゃない。自分の体を張って守ったんだ。それは自分の子だからこそ。
哦，跟谁生的？重点是爸爸呢？爸爸是谁？なら父親は。没错。この子の父親は誰なんだ？誰だ？那个混蛋。わからん。混小子，是不是你？わからない。装死。そういうもんがわかる持ち物は何もなかったんだ。彼女が持っていた携帯は壊れてて、此事等感謝。中のデータが取り出せないか調べている。谢谢宣传。それに、はるかがいつから神室町に来てたのかも分かってない。そのあたりは全部はるかの意識が戻らないと。カートル一四二、谢干爹订阅、谢谢干爹。回復の見込みは、今は何とも。悪いが、下手に希望を持たせるようなことは言いたくないんだな。医者ができる限り手を尽くしている。玩到第二章。今はただ祈って待つしかねえ。先輩、すみませんが自分はそろそろ。まだ事故現場に仕事が残ってますね。怎么会这么扑朔迷离呢？待ってくれ。本庄さんだったな。ん？はるかが事故にあった場所はどこなんだ？我也要去调查。何のつもりだ？あんたが現場に行ったところでどうにもならん。逃げている犯人は警察で追っている。ヤクザ崩れの出る幕じゃねえぞ。おい本庄、言い方何と言われようが構わねえ。こんなとこでじっとなんかしてられねえんだ。沖縄にいたはずのハルカがいつの間にかカムロ町に来て事故に遭った。わけがわからねえ。あいつを引いたチンピラってのは誰だ？怎么会是身负状的吧？最好不要到最后给我出来是身负状的。本当にこの事故は偶然なのか？保证不打死他，不，我绝对打死他。誰かに狙われたって言いたいのか？跟哪一代一样？今でもお前を恨んでいる誰かの仕業だ。爸爸还是男朋友？そうだとしたら。忘了。七到想不起来。下面是八七，哼 ，CCC 八七。CCAB 八七，谢八七订阅。急吧。待て。急也是啊，特色啊。事故現場は線量通りのあたりだ。今すぐでよければ俺が案内してやる。構いませんか、伊達さん。ああ、頼む。悪いな。抄家灭族了，揪出犯人，侦探之龙准备上线。可是我本来想要养猫欸，可是我真的是找不到猫欸，大街上真的找不到猫欸。上一代还找得到，这一代还真的找不到。ここだ。沢村遥香は赤ん坊を抱えてこの歩道を歩いていた。そこへ背後から黒いセダンが突っ込んでいった。車はあそこの地下駐車場から車止めのバーを突き破って暴走したらしい。車に乗っていたのは男が一人、20代くらいの若いチンピラ風で、親子を引いた後そのまま逃げた。チンピラか。東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中なんてな。その関連で無茶な運転してたって見方がまず一つある。それでチンピラが車を暴走させたってことか。だとすると、そいつは東上界の人間か、中国マフィア。いや、そうとは限らん。今のカムロ町には他にも組織が方々から入り込んできている。ん？少し説明する必要があるが、まず3ヶ月前。ある一人の中国人が殺された。中国マフィア西洋会のメンバーだ。そいつは西洋会の幹部だが、総帥の一人息子でもあった。要するに組織の後継者だ。名前はジミー・ロー。ジミー・ロー、ジミー。その殺しをきっかけに抗争は激化。東上会の6代目が逮捕されて、一旦収まっていた火種も一気に燃え上がった。東上会がそのジミーローを殺したのか。ジミーロー、まだ犯人は分かっていないが、少なくとも西洋界はそう思っている。中国人マフィアどもが街中に散って、東上界のヤクザから関係者まで
片っ端から襲う機会を狙っているんだ。搭乗会も中国人と見りゃ敵だろうが町から追い出しにかかってる。むちゃくちゃだ。そして今はその混乱につけ込んで、他にも有象無象の組織がカムロ町に入り込んでんだ。つまり抗争で動いているチンピラは搭乗会、採用会以外にも大勢いる。沢村遥を引いたチンピラがどこの組織の人間だとしてもおかしくないってことだ。これはついでだがな、後からカムロ町に入り込んできた組織の中にはあんたの馴染みもいる。うん、韓国マフィア、ジンゴン派だ。ジンゴン派。ジンゴン派はカムロ町に二度進出して搭乗会を叩き潰されている。一度目は30年以上前、そして二度目は10年前。その時はあんたも搭乗会とジンゴン派を潰すのに一役買ったはずだな。もう随分昔の話だ。あんたには過去でも奴らは恨みを忘れない。搭乗会への恨みもあんたへの恨みもな。カムロ町に長居するつもりならせいぜい周りに気をつけろ。真犬派是二代的东西，韩国来的。调查事故现场，欢迎来到熊市。哦，真的是调查之龙哎！这是车胎痕吗？一边蛇行一边狂飙，为什么要在这么狭窄的巷子里面狂飙呢？因为惊慌失措吗？大帅哥，谢心干爹，大帅哥，还有汤米桑马，四个月感谢。彼女は車が突っ込んでくるのを見て避けることもできず、ただとっさに子供をかばうようにかがみ込んだそうだ。くそ。くそ。そこを見てみろ。路面にブレーキ痕が残っている。沢村遥を引いた後、運転手は車を止めては見たが、すぐにまた車を急発進させた。だいぶ慌てていたらしい。てめえで引いちまった親子の無事を確かめようともしなかった。つまりどういうことだ。撞了就跑。もし万が一の話、沢村遥があんたの関係者ってことで狙われたとしたら、運転手は彼女の生死を見届ける必要があるんじゃないか。だが今回の場合、犯人はその段取りを踏んでいない。だから俺が思うに、彼女はあんたが極道だった過去に巻き込まれたとかそういうんじゃない。あくまでも偶発的な事故。意外事故吗？因为没有确认。彼女はただ運が悪かったんだ。あんたが知りたかったのはそういうことだろう。帕多里西亚，谢谢新干爹订阅，感谢。だがそのチンピラはまだ逃げ続けているんだろう。ただのチンピラが今時の警察から。监视器呢？そんなに簡単に逃げられるもんか。警察在干什么？今も警察は全力を挙げて車の足取りを追っている。まだ逃げ切られたとは考えていない。ところで。気づいてるか、さっきからお前のことを見ている男がいるぞ。うん、あの帽子をかぶった男か。いつからいた？気がついたのはさっきだ。ただ奴のスマホのカメラは間違いなくお前を意識している。俺を見張ってるってことか、それともこの事故現場を見に来た。有一个说法是犯过罪的人都会重新回到现场去。もし俺に用があんなら、看样子是时候直接去自己紹介させて揍他一顿。就是你这混小子，对吧？死定了，死定了！好打内造。ええ、現場にいます。特に問題ないかと。おい。ここで何をしてる？くそ！待て！想跑？想跑？别跑！别跑！哎呦喂呀！哦，会喘是不是？我也会喘哦。哦，哎呦，撞到撞到！哎，不好意思，不好意思。哇，好累好累！跑起来啊，童生，你的废物！哦，他也很累，他也很累，一起累。哇，好喘好喘好喘！真的真的，快啊快啊！看，早知道刚喝了一罐再上。哇你咧！哦，马拉松马拉松、哦，怎么办？好累。
パワー。イエーイ。ちょっとにしょまだ放棄挣扎了吧。誰だお前は。誰だ。なんであの場所で俺を見張ってた。誰だ。見張ってたわけじゃありません。護衛をしてたんです。四代目。四代目。お前、東城会の人間か。我的真实身份。ええ。東城会直系の染谷一家のもんです。染谷一家。ご無礼をお許しください。四代目。直接下跪。親父からの命令だったんです。四代目を影からお守りするようにって。俺は昨日までずっとカムロ町を離れていたし、今日来たことを東城会に知らせてもいない。なのに随分手際がいいな。なぜ俺があの場所にいると分かった。自分にはよく分かりません。ですが親父が言ってたんです。あの場所にいればきっと四代目が現れると。何。四代目が大事になさってるお嬢さんが事故に遭われたんですよね。親父からはそう聞いています。そうか。ならお前の親父ってのは今どこだ。染谷一家の総長はどこに行けば会える。別にお前が言わなきゃ町中で聞いて回るだけだ。だが省ける手間は省きて。わかりました。親父は東城会本部です。菅井会長代行と会うと言ってましたから。東城会本部か。くそ、またあそこに行かなきゃならねえのか。あの、何か。俺は東城会の匂いを消すためにムショで身を洗ってきたばかりだ。そっから何日も経ってねえのに、なんてざまだと思ってな。わあ、真的ね。为了洗清罪性然后离开，结果现在又要回去了，又要去了，又要去了。哇，真要拍就转身，应该瞄一下不太行。看看有没有亮亮。这是任何的猫咪，这里啥都没。強がって強さ水死才会要。以前的公关店没去了呢。是吗？真的还在，只是不能进去。这代好难赚钱啊。这是电脑版吗？怎么感觉画面没很优？孩子，画面没很优，是因为你没有订阅啊！订阅以后呢，画面会直接提升到1080哦。是不是该花了4.99美订阅一下呢？直接帮您升高画质，保证让你看得舒爽，看得清新自然，眼睛不会痛哦。这是我
我当初砸那间店，对不对？小菜安安，安安十个月，谢谢。いらっしゃいます。ありがとうございました。好，去看一下好了。我真的很在意尾箱面没有猫这件事情。去看一下，看一下。咖啡同学在右下角。CHUNZG， 谢谢订阅，感谢。这里吧。かしこまりました。それでは出発いたします。对啊，这一代跑步好快就累，没有然后那个技能可能要升，应该升一下吼，不然跑步实在是有点。我记得前面几代的。无限冲刺还蛮好升的，这代有点难。这边呢，冲刺强化。先这样好了。用的先学一学，47耶，剩下47耶，闪避回击，战斗技能，闪身及垫步后使出攻击，纵身跳跃，攻击强化，解摔学一下好了，哦，那应该不够，蓄力攻击哦，蓄力攻击，按住三角形。我多吃东西，果然应该多吃东西耶。有点吃东西可以增加那个吗？体力值。嗯，这一代这样的设计好像其实还不错。至少不是拿钱去升级，难怪这一代的钱这么难赚，最难赚的那一种。いらっしゃいませ、桐生さん。啊，果然对啊，我开启那个任务啦。ありがとうございました。また猫たちに会いに来てくださいね。我有买罐头，就是没有猫。哎，真的可以住哎。好孤单，好寂寞，我好难受。我进来是要接受猫咪的爱抚的，下面都没，觉得孤单寂寞，觉得冷。啊，我需要更多的猫。I need more cat。只要更多的喵喵，难受香菇。什么保险箱？可以啊，又需要钥匙，真的假的？喂，不不不。
大哥，你刚从哪里跳下来？这是四楼吧？一二三，哇哩嘞！我靠，得了哎，不得了哎，不得了，不得了！有没有喵喵啊？可以进去吗？不行，没道理呀，没道理呀，真的找不到猫，我真的是没有看到半只的猫，是我切眉吗？是我的眼睛有问题吗？就只有一大堆垃圾混混。同盘，時間食っちまった。买小瑶的周边商品要50000块，50000块呀！开什么玩笑？弟子安安下班赶回来看台哥，今晚破1000。Joe Skywalker， 谢谢 Walker， 感谢你。初乗り料金730円に。かしこまりました。それでは出発いたします。可以聊多久你知道吗？对啊，五万可以聊多久啊？拿去买小瑶的写真，还不如拿去裸聊，50000块可以聊很久耶。哦，想当年从里面打出来，我打了3天3夜，一眼都没眨过，全都杀光光。どうも、染谷一家総長の染谷です。ソメヤです。この度は無所でのお勤め。什么辛苦了？ご苦労様でした。没有人来接风，还敢那边装小白。ミク，谢谢ミク，感谢爹。俺が来るのを待ってたってわけか。うちの子分が四代目に誤解を受けるような真似をどうかご容赦ください。誤解ってのはどういうこと？立ち話もなんですから、そのあたりも含めて中でじっくり話しませんか。四代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし、菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。比较喜欢。菅井さんご存知ですよね。丽花哎。登場会じゃ桐生さんより古い。六代目が不在の今。最帅的菅井さんが会長代行です。俺をつけさせたのはその菅井の差し金か。まあどうぞ奥へ。俺もゆっくり四代目の若い頃の武勇伝をお伺いできればと思います。どうか往年の極道ってやつを俺ら若造にも勉強させてくださいよ。ポッ
ね、ENOSKP3 谢订阅，谢谢。哦，看样子我的一个霸气镇压了他，菜逼吧，被我的霸气镇压住，带一大堆的复制人军团。看样子这是鲁夫的概念啊，鲁夫开霸气震倒你们。那抖内画质会好吗？会哦，抖越多画质越好哦。每抖一美金就从1080提升到1081，两美就是1082，所以你现在有1082的画质。お久しぶりで、四代目。俺の顔覚えてます？老狐狸耶，这谁啊？やっぱり覚えてませんか。ま、俺は六代目体制になっても名ばかりの相談役でした。無理もない。お、肩颈な、垃圾。もうお聞きでしょうが、六代目が殺にパクられてからこの老いぼれが引っ張り出されましてね。せっかく若返った登場会もまた古い世代に逆戻りです。四代目から見るにさぞかし頼りないでしょうが。随分でかいテーブルを入れたんだな。極度も最近じゃ書類仕事が増えましたんでね。お気に召しませんか。そこの染谷ってのは書類仕事向きじゃなさそうだ。俺は書類だ数字だって役割じゃありません。ヤクザにもいろんなのがいますんで。まあどうぞ四代目。長居するつもりはねえ。だがいくつか聞きたいことがある。例の四代目が目をかけたお嬢さんがひき逃げされた件ですか。はあ、痛ましい話だ。お察しします。顔看起来就是有问题啊。はるかの事故はいつ誰から聞いた。事故直後に札からの情報です。あんたのとこにはカムロ町中の事故の報告が行くのか。沢村遥というお嬢さんは四代目の大事な身内として広く認識されています。もちろん特別に重要な件として私のところへ報告が来ました。聞きたいことというのはそれだけで。その事故現場に俺が来ることを見越して監視していた男がいた。そいつは染谷一家の人間と言ってたが、監視を指図したのはあんたが菅井。監視じゃなくて護衛ですよ。四代目がカムロ町にいらしていると報告があってからずっとお探ししてたんです。それがお嬢さんの事故をきっかけにようやく四代目のご無事を確認できたという次第でしてね。染谷の言う通りです。俺も差し出がましいとは思ったんですけど、今は中国人とドンパチの真っ最中でして。四代目は堅気になったとはいえ、中国人はそういう事情もお構いなしに的にかけるかもしれません。余計なお世話だ。俺に護衛は必要ない。四代目の人柄についてはよく存じ上げてるつもりです。そうおっしゃることは目に見えていたので密かに動いていました。気分を害されたなら申し訳ない。だから言ったじゃないですか菅井さん、四代目に護衛なんか必要ないってね。大体狙われる理由がないんですよ。もう堂島の竜なんて看板とっくにカビが生えてんですから。好妖嘞！又说我过气，又说我发霉。キリュウさん、さっき俺らに監視されてるって言いましたけど、それも自意識過剰なんじゃないですかね。今やってるドンパチは
俺らの世代の構想ですよ。とっくに引退された人間の出る幕じゃありません。しょん、随分と威勢がいいんだな。真的。今の若いのは中国マフィアとの構想のおかげですよ。いや、だってそうでしょう。最近まではいかに金を稼げるかがヤクザの力だった。六代目体制の東上会幹部はみんなインテリでしたよ。でも今は違う。今は違う。でかい構想のおかげで東上会のヤクザの価値は喧嘩の強さになった。敵の首取った数がヤクザの核に直結。要するに力ずくで出世できるヤクザにとっちゃ至極真っ当な時代が来たってことです。いい時代になったでしょ。四代目あんたもそうやってのし上がった極道の代表格ですもんね。これまで雲の上の人だった菅井さんも今じゃ俺ら若いもんの力を頼りにしてくれてますねえ菅井さん。誰よりも組織のために体張ってる人間が中枢に入る、当然のことだ。今の俺にはヤクザの価値なんざどうでもいい。ただ最後に一つだけ聞く。お前らが遥の事故に関わっていることは何もねえんだな。没错，我这是重点。どういう意味です？俺らにそんなことする理由はないでしょう。ああ、確かに今のところは俺もそう思う。俺も遥もお前らの構想とは程遠いからな。だがもし万が一東上会が何かの理由で俺の身内に手を出したんだとしたら、その時は容赦しねえ。堂島の竜を敵に回したりはしませんよ。俺らには今他の遊び相手が山ほどいるんですから。确定跟你们没关系，留你们一条小命。未来要是被我发现有关系，抄家灭族，再灭一次东城会。这次一定灭到东城会再起不能。然后明明自己就是四代，一个人干掉个帮派啊！打架，来打架。先回去新瑟雷纳，让自己冷静下来好了。前往新瑟雷纳。大哥在拍什么？怎么拍？哦，他在拍这个啊！麻将馆。哎，亮亮！亮亮亮亮！啊！金库钥匙。金库钥匙，这附近，哦，上面有金库，哦，哦，哦，金库钥匙该是钱了吧？该是钱了吧？该给我钱了吧？那得得得得得，哎，这里是哪里？啊，哦，哦，狗男女，站住不准动！狗男女。何よ。抓奸呐，有抓到哦，真性色啦。想买照片吗？付个五万出来啊。哦，我勾起嘞，哦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 ，我这桌子很挡路呢。站住，狗男女。干什么？干什么？仙人跳啊！放开的女少女。爷，滚！滚！滚！勒索啊！
开的哦。哦，嗨哦。哦，很嗨哦。最会摸。哦，很会摸。没看到这女的不爽吗？摸到个情不自禁哎，浑然忘我。哦，专业的专业的，头都埋进去，哇，手一个穿越身体耶。可是这女的不是很好看呢。啊！我什么？お楽しみのところ。继续继续。悪いな。不用理我，可以继续。気にしないで続けてる。这个稍微正。我一秒趴回去。这里是哪里 ？Step only。哎呦，不好意思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 ，打扰，打扰，打扰。打扰了，打扰了，不知道这里是哪里，但是就是路过。打扰了，打扰了。哇，随意穿梭别人家哎、欸！喂，哎呦，噔噔，出来了。金库在不远处，在这里吗？哦耶耶，开开，咕咕咕，偷钱啦！钢铁之男新内衣裤是什么？那也不是鸡嘞！哇哩嘞嘞，这什么啦？让人产生干劲的男用内裤，也能减轻一定程度的伤害。哦，攻击是加蛮多的啦，有加成，有加成啊！可是不是啊？想要钱啊！我想要钱啊！我没有钱啊！我穷。我想要钱。直接穿越到麻将桌子里。あんた、麻将したいのかい？それなら12,500円持ってないとダメだよ。好啊，现在就是穷人没有地位啊，穷人就是他妈没地位啊，打个麻将都不行哎、欸，打个麻将都不行哎、欸，真的是没有地位哎、欸。造反啊！哇，一脚踩爆沙发，醉气，造反了啦！造反了啦！造反啊！踩爆你们家沙发、啊，踩爆你的椅子啊，桌子啊！最穷哎、欸，气死！有81528，干，感谢订阅。哦哦，原来穿越到这里了，这是哪里啊？这么多路。哇，过不去，太肥，过不去，过不去。HUA， 发现密道，是密道。谢谢订阅，感谢两等干爹。那是密道。我要去这里。
哎呦，有个肥仔看起来比较有钱，大大。もうそこのお前。後悔する。哎呀，还没拿起来呀！等我啊，等我拿武器啊！哎呀，别动啊！等一下，想拿个武器啊！我被沾血了，我被怎么了？是什么？是什么？罐子，罐子，罐子！急！拿罐子揍人！時間食っちゃった。麦当劳吗？好像不错哎，我要不要叫个麦当劳啊？好像不错哎，我怎么没有考虑过叫麦当劳这件事情哎？什么肥、欸？我很少没有吃麦当劳哎、欸。下礼拜二是大餐啦。下礼拜二他们卤蛋当家要吃大餐啊，因为鲁鲁不是赢了吗？记得报居炫名字，报居炫名字有折价吗？麦当劳哎、欸，我其实很少，我几乎没有叫过麦当劳。再买20块鸡块来吃了。20块鸡块，吃鸡快餐好哎、欸。等我一下，我来叫麦当劳。麦当劳包会送多快？我其实不太知道麦当劳怎么叫外送，打这个吗？他不知道会不会让我叫哎、欸。可以，可是外送不是要满多少钱吗？我可以不用满多少钱就叫吗？我可以直接叫啊。网络订餐。哦，可以哦，我可以直接叫，真的假的？我都一直以为麦当劳要满多少钱才会送哎、欸，好，我看一下，套餐要外送费就对了，35块而已，还好，35块还好，玩游戏比较重要、欸，我看一下哦、喔，餐餐自由配。任你选主餐插配餐，外送快乐分享20块麦克鸡快餐，快20块麦克鸡快餐，有这个餐吗？有这个餐吗？有这么多的麦克鸡块可以吃吗？几号餐啊？教一下。身为一个专业外送员、oh. 建议你用 APP 叫，然后30分钟内会送达，再来不管叫多少加35元就好。哦，专业的，你是专门送餐的是不是？真的假的？专业的外送，好 ,APP 是不是？我看一下。APP? 外送费。APP? 欢乐送 APP。欢乐送 APP， 我来下载一下欢乐送 APP。哇，你还抖我外送费，人也太好了吧！真的哎，麦克，而且我要一路玩到半夜的，我说一次叫多一点。
麦当劳欢乐颂。哦，这个哦，可是他才一星而已呢。他才一星而已，是没有人要用 APP 是不是？他怎么才一星而已？怎么有点可怜？安装。感谢三个月 PULEI Kit Curti， 谢三个月订阅。暗黑破坏神，连宵夜一起送，好、哦。不是啊，麦当劳该找我工商了吧？我一个开实况在订你们餐点呢，麦当劳的。我要证明女生也是很能吃的，不是只有像G炫那种体型才吃得了麦当劳。